この動画では、モデル誤差抑制補償器の全体像を説明します。研究背景、制御構造、実用例、非線形、外覧オブザーバーとの比較という5本の動画を組み合わせたものであり、動画ごとにチャプター分けしています。それでは、モデル誤差抑制補償器について説明をしていきます。この動画はパート1として、研究背景について述べた動画になります。制御系設計は、モデルベース制御を中心に広く設計法が展開されています。最適レギュレーターやモデル予測制御、出力ゼロ化制御など、適切な運動モデルが得られると、良好な制御性能を実現する制御機が導出できるといった枠組みが展開されています。この時、モデルベース制御の手法は次のようなステップを踏みます。まず、数理モデルを入出力応答などから導出します。次に、モデルに対して必要な性能が得られるように制御機を設計します。この2番目のステップというのが既存の手法によって制御機を導出するステップになります。3番目が得られた制御機を制御対象に適用するといったものになります。ここでモデルが精度よく求まっているならば、3番のステップにおいても望ましい応答を実現することができます。その一方で、モデル誤差や外乱が大きい場合には、実装時に所望の応答を実現できないといったことも生じます。このモデル誤差というのは、実際にモデル化を行った際に生じるものもあり得ますし、モデル化を行った後、ケージ変化によって生じることもあり得ます。このように、モデル化誤差に対応できない、しかもこのような誤差というのは多種多様であるといったことから、ロバスト制御が1980年代から展開されています。これは外乱や不確かさに対してロバストな制御系を構成することを目的としたものになります。ロバスト制御の基本的な考え方について説明をします。まず、制御対象として、一つのモデルではなく、無数の微分方程式からなるモデル集合を考えます。そのモデル集合に対して制御機を設計するというのがロバスト制御の考えになります。で、具体的に、この設計においては、無数に存在するモデルの全てに対して良好なロバスト制御機を構成するというのが問題における目的になります。しかしながら、この枠組みでは数学的に難しい問題を扱っているため、扱える応答指標の種類が限られているといったデメリットや、設計結果が保守的になるといったデメリットがあります。これは具体的に、モデル集合のうち最も最悪なケースとなるようなものに対して最善な制御機を設計しているということに起因します。このようなことから、遅い応答になりがちであるといったデメリットがあります。このように、従来のロバスト制御では扱える応答の指標が限られることや、性能が保守的になりがちであるという部分があり、その一方で既存のモデルベースと制御では、モデル化誤差や外乱に弱いといったことが挙げられます。そのようなことから解決法として、本研究では制御対象の誤差保障といった形で考えます。既存の制御系にロバスト性を付加するといった枠組みを考えるというのが本研究での研究の背景になります。そしてここで考えるものは、制御対象に補償器によって補償を行うことによって、この入出力特性を見かけ上、もともとモデルとして与えた数理モデル、これを規範モデルとして、それに近づける、もしくは一致させるといった補償を行います。それによって、既存の手法で設計した制御機によって、この保証されたシステムを制御することで、良好な応答を実現することができます。それでは、モデル誤差抑制補償器について説明していきたいと思います。パート2として、制御構造に触れたものになっています。前回の動画で説明したように、ロバスト制御ではモデル化誤差に強いといった特性がある。既存のモデルベースの制御手法では、いい応答を実現できるといったことがあります。このいいとこ取りをすることを目的に、このモデルベースの制御手法と制御対象の誤差保障という枠組みを考えることによって、既存の制御系にロバスト性を付加する、付加価値をつけるといったことを考えていきます。このような背景から提案したのがモデル誤差抑制保障器で、この研究内容は SICE JCMSI のボリューム6ナンバー4に、記載されております。後ほど詳しく述べていきますが、誤差補償器の構造はこのようになっています。誤差補償器の内部にはモデルがあり、さらにフィルターがあります。このフィルターによってモデル誤差の影響を抑制します。この補償器は構造がシンプルであり汎用的です。制御対象が非線形の場合や不安定なものの場合でも適用することが可能になります。それでは線形系の例について説明をしていきたいと思います。まず問題設定として制御対象が M 入力 N 出力であり、制御対象のノミナルモデルを PN、デルタ P として制御対象の情報的な不確かさが与えられているものとします。このデルタ P が0であれば制御対象とモデルとが一致するということに相当します。そしてフィードフォワード制御において TD を所望の伝達関数、伝達特性とすると TD×PN インバースというのを取ることによってフィードフォワード制御において理想の応答を実現することができます。それに対して誤差 ΔP が存在する場合にはそれに起因した応答の劣化 ΔY が存在してくることになります。これにモデル誤差抑制保証器を適用することによって見かけ上のこのシステムへの入力から出力までのこの入出力特性をモデル PN に近づけるといったことを実現することによって誤差の影響を小さくできます。このような枠組みで制御対象の代わりにモデル誤差抑制保証器を含んだ保証されたシステムを引火することによって小さな誤差を実現することができると言えます。ここで保証器が持つべき機能について説明します。まずこの全体系、保証されたシステムがロバストに安定であるといったこと。また、デルタ P が0であれば P' と PN が一致するといった特性も満足する必要があります。誤差が0であるのに、モデルと保証されたシステムが一致しないのであれば、この保証器を適用することによって誤差が大きくなるということになりますので、この条件は必須です。また3番目の条件として、デルタ P の影響が小さくなるように H を設定するといったことが挙げられます。これに対して、モデル誤差抑制保証器をこのような形で与えます。この保証器の中にはモデルがあり、CFB という影響を抑制するためのフィルターが組まれています。仮にシンプルな制御対象で、一時遅れ系などのような場合には、ここをハイゲインのフィードバックを施すことによって、誤差の影響を限りなく小さくすることが可能です。それでは具体的にこの保証器と先ほど言った機能の関係について説明していきたいと思います。まず1番の P' がロバストに安定というのは後から説明していきます。そしてこの ΔP イコール0ならば P' イコール PN というのはこの構造によって実現されています。もし ΔP が0であるとこちらが PN、こちらも PN になります。そしてそれらで差し引きされた信号は0になって0がフィードバックされるということになりますので、U から Y までの特性としては PN そのものになります。これは伝達関数の形で実際に式を展開してやっても得られる事実になります。そして、フィードバック系のロバスト安定条件は、こちらのループにおける安定性として、このような条件で書かれます。3番目の ΔP の影響が小さくなるように H を設定するといった部分です。こちらは U から Y までの伝達関数を P' としたときに、この P' と U からモデル N を介して得られる出力 YN までの特性の差を取ってやればいいということになります。この差が0であれば P' と PN が一致しますし、差が小さければ良いということになります。ここでこの差の伝達関数を見てやるとこのような形になっており、制御対象がシンプルな場合には CFB をハイゲインにしてやるとこの項全体が小さくなります。それではこの項が小さければいいといった部分に着目して問題を定式化してみます。具体的に定式化された問題はこのようになります。WE は評価重みであり、この2のデルタに対する無限大ノルムが小さくなるようにフィードバックコントローラーを設計するといった枠組みになっています。この設計問題はメインループ定理を用いることによってミュー設計の問題に帰着されることから簡単に解くことができます。それでは、実際に数値例を見てみましょう。保証なしで様々なパラメータの変動を与えた制御対象に対する応答例がこちらになります。このように赤色のばらつきが、応答によってばらつきが生じていることがわかります。その一方で、モデル誤差抑制保証器によって誤差を抑制した結果、この青色の部分にこちらと同じだけの本数のグラフが現れています。このように誤差の抑制が実現できているということがわかります。こちらでは線形の制御器を使った例を示していますが、こちらが非線形の制御器であったとしても同様の効果が見て取ることができます。このように提案法によってばらつきを抑制することができています。以上で本動画を終わります。第3回目として実用例に関する説明を行っていきたいと思います。この2013年の論文において、モデル誤差抑制保証器のコンセプト及び効果について説明をしたというのは前回の動画で述べた通りです。それに対して今回の動画では非線形系などの例を見せたいと思います。それではこれまでに掲載されてきたモデル誤差抑制保証期に関する論文の紹介をざっとしたいと思います。1番はコンセプトを提案している論文になります。2番は多入出力系に関する設計の話。3番は周波数整形型終端状態制御と併用することによって三関性ベンチマーク問題を解いたというものになります。4番は観測出力にセンサーノイズが付与される、そのようなケースについての設計に関するもの。5番はポリトープ型の表現に対して LMI に基づいてロバスト性能解析を行ったものになります。また、電動車椅子制御への応用も行っています。1番は前輪駆動型のパーソナルビークルの制御に関するもの。この次の論文はスキッドステア型と呼ばれる4輪あり、4輪でそれぞれ独立駆動できる左右駆動力差によって旋回を行うシステムに対する研究になります。最後のこの3つ目のものは隊列走行制御におけるモデル誤差抑制保証期によるロバスト化というものになります。こちらの9番と10番は後ほど紹介しますが、非線形系に対するものです。11番は非線形かつ不安定であり、制御が難しい車輪型倒立紳士のロバスト速度制御に関するものになります。12番、13番は非最小位相系や無駄時間系に対するモデル誤差抑制保証期の成形に関するものになります。そしてこの14、15はそれぞれ先ほどのケースとは違い、構造が似ているというものですが、速度や加速度に関する制約を有する信号に対して、実際にその制約を満たすように信号を整形するといった枠組みの研究内容になっています。それでは具体的に非線形の場合の実用例を2個、最後に1個有限制定に関するものを見ていきたいと思います。まず非線形システムとして、このような入力アフィンなシステムが与えられているものとします。出力 Y に対してゼロダイナミクスが安定と仮定しています。これについて提案している保証構造はこのようになっています。こちらがフィードバック線形化に必要な入力であり、この H の VY チルダーというの、この特性は理想の入出力特性になっています。そしてこの K はロバスト化のための調整パラメーターになっています。ここで制御対象としてこのような非線形の制御対象を考え、デルタ1からデルタ3が自変のパラメーターとして与えられているものとします。これに対し、通常のフィードバック線形化では、このように一点左線で与えられている本来実現したい応答からかけ離れた応答が得られています。それに対して提案手法ではモデル化誤差の影響を受けずにこのような応答を実現できているというのがわかります。次にロバスト経路追従について説明します。通常、経路追従問題を考えるときは車両の質量や慣性モーメントというのは与えられているものとし、車両の路面状態も基地のものとして考えます。それに対してここでは慣性モーメントや乗車人数等が荷物によって変わってくることを想定してデルタ M、デルタ I という風に置いてます。さらに、タイヤのコーナリング係数が路面状況によって変わることから、それをデルタ KF、デルタ KR という風に与えています。このばらつきに起因する誤差を抑制するといった目的で制御機を構成しています。これは自動車モデルであり、さらに経路モデルがあって、経路への追従を行うために、経路との最短距離を最小化するといった制御則を実現しています。ここで提案する制御機の構造はこのようになっています。まず、経路への追従を実現するためのコントローラーと規範モデル、そして出力のフィードバックがこのようにあります。これによって Z が経路との追従誤差になりますが、この Z の影響を小さくすると。誤差が Z に与える影響を小さくするという目的で経路追従を行っています。その結果がこのようになります。まず応答がわかりやすいように初期誤差がある状態から走行し始め、経路に追従している。そのような応答を見ています。左側は保証なしの場合、右側が保証ありの場合です。雨天でパラメーター誤差がある場合には、既存手法ではこのパラメーターに誤差がある場合には追従誤差が残っています。それに対して保証した場合には、このように誤差が小さくなっているというのが確認できるかと思います。最後に有限制定制御の例を示したいと思います。モデル誤差抑制保証器によって、このモデルからの誤差を保証する。で、フィードフォワード保証器は、保守カスト制御器という有限時間で目標値に制定するための制御器を構成しています。この結果がこのようになっています。パラメータ誤差がある場合には、このように応答がばらついており、定常偏差が残っているのに対して、ポジカスト制御、プラス提案手法によってこのように誤差を抑制しているということがわかるかと思います。このように構造が単純であるため、有限制定だけでなく、様々なタイプの制御手法と併用することが可能になります。私のホームページがありますが、ホームページのモデル誤差抑制保証器とあるところ、こちらの中の、まずこちらの解説記事ですね。こちらの解説記事の中に非線形の話の一部が含まれています。で、そして、その解説記事の数値例として非線形のものをこちらにリンクとして貼っています。ファイル名はメイン 5_1 の M とメイン 5_2 の M という、そういうファイル名になっています。ちなみにこの論文、それぞれの論文ですが、非線形の先ほど示しましたものの URL は、J ステージのリンクがこちらに貼ってます。で、解説記事はこちらの解説記事になります。で、このリンクは一番上の方にこのようにリンクが貼ってあります。で、具体的にそのリンクを踏んでみると、モデルと実対象の信号差を利用した制御ということで PDF を見ることができます。で、こちらの最初の頃はいろんな二重度制御系とか IMC とかそういう話があるんですが、非線形の場合ですね。非線形、信号差を利用した非線形システムのロバストに出力線形化ということで、解説記事の中で紹介しています。で、この紹介の中ではこのような数値例があります。で、この数値例のケースですが、この数値例に対応した M ファイルが先ほど説明した M ファイルになります。で、実際にファイルを実行します。この 5.1 と 5.2 を実行します。で、5.1、5.2 のグラフをそれぞれ重複して、重ね合わせて表示したものが今から表示するグラフになります。まずこちらがノミナルの場合です。次にこちらがモデル化誤差の影響がある場合で、従来の通常の入出力線形化を利用した場合の応答波形になります。特徴を捉えるためにわざと大きめの外覧を入れています。で、これに対して、このモデル誤差抑制保証器に基づいた入出力線形化ではこのような応答波形が得られています。誤差の影響は少なく、元の入出力線形化の特性を満足していると。ある程度ですね、ちょっと誤差はある程度は残ってますが、少ない誤差にできているというのがわかるかと思います。以上で、モデル誤差抑制保証器に関する説明の動画を終わります。はい、それでは、外覧オブザーバーとモデル誤差抑制保証器の比較をしていきたいと思います。で、まず外覧オブザーバーの紹介です。外覧オブザーバーは、大石らによって、1983年に提案されています。この外覧オブザーバーでは、制御対象 P に対してその逆モデルである P のインバースというものを使っています。で、この保証器によって外覧が存在する場合にはその保証器が働くんですが、外覧がない場合にはこの信号とこちらの P インバースを通って得られるこの信号との差が0になることから保証器が働かないと。そのようなモデル誤差が生じた場合にのみ機能するような保証構造を構成することができます。次にモデル誤差抑制保証器の説明です。モデル誤差抑制保証器は私が2013年に論文として提示しています。で、これは制御対象のモデルを利用しています。で、これも先ほどの外覧オブザーバーと同様に外覧やモデル化誤差が0の場合には保証器が働かない。この PN とこちらを通ってきた信号の差が0になって、この保証入力は効かないと。で、その一方で外覧がある場合には効果的に外覧誤差を抑制するようにこの保証器が働くと。そういうような性質を持っています。で、この2つを考えたときに、誤差や外覧の影響を保証器によって抑制するという、そういう機能を持っている。この特性については同じようなものがあります。で、これに外側に制御をするための制御機、制御性能を実現するための制御機を配置するといった部分は全く一緒です。次に、モデルの構造について説明します。モデルの構造、外覧オブザーバーでは逆モデルを使用しています。この PM のインバースというものを使っています。で、それに対してモデル誤差抑制保証器ではモデルそのものを使っています。次に誤差保証器の部分ですが、概覧オブザーバーではオールパス1というものを配置することになります。すなわちこの誤差をそのままこちらにフィードバックすると、そういう構造を基本としています。もちろんちょっと状況によってはこのオールパスではなくて、低周波ではオールパス特性を持つようなものにする場合もありますが、基本的にはオールパスで設計しています。で、これに対してモデル誤差抑制保証器では、この D はハイゲインの保証器になります。もちろんこのハイゲイン保証器というのは一見、それによって不具合が生じるケースも、あるように思えるんですが、モデルの出力とこの出力の差がゼロに近くなるような保証が働いているうちでは、ここの信号というのは有限になります。安定性などは別の指標などで示せますので、この保証器の原因の大きさがどうこう大きいということ自体では、それによる不具合というのは生じません。このように、モデル誤差抑制保証器と概覧オブザーバーでは、モデルの構成が違っています。そしてこのモデルを通過する信号が、概覧オブザーバーでは、このフィードバックループの中にモデルの要素があるのに対して、モデル誤差抑制保証器ではフィードフォワードのところにモデルの構造があります。そのような違いがあります。で、このどちらの方法においても、応答やばらつき、外乱の影響を抑制するといったそういう機能の部分では全く同じものになります。それでは具体的な比較をしていきますが、まず制御対象のクラスで制御対象が非プロパーなケースについて考えます。制御対象が非プロパーな例としては S プラス2、S プラス3分の S プラス1のような相対次数1のこの制御対象であったりとか、S プラス1の3乗分の1などが挙げられます。で、こういう非プロパーな場合というのは逆モデルっていうのは作れないんですが、近似的な逆モデルというのは作ることができまして、高周波領域で、カットされますが、少なくとも信号の、実用的な信号の範囲内で逆モデルとして働くようなフィルターを構成することができます。で、モデル誤差抑制保証器の場合にはもちろんこのモデルそのものを使いますので、逆モデルといったそういう心配はありません。そのことを考えると、この P が非プロパーの場合では、概覧オブザーバー、モデル誤差抑制保証器、どちらとも対応が可能というふうに言えます。で、次に制御対象が非線形の場合です。制御対象が非線形というのは、例えば x.=fxu のような、こういうような形が一つ例として挙げられます。この場合、概覧オブザーバーを構成できるかどうかというのは、非線形システムの逆モデルをどう構成できるか、ということ、そういう構成次第になります。で、制御対象が非線形の場合には逆モデルを作れる場合と作れない場合があります。で、そのようなことから、この構成次第で外覧オブザーバーを構成できるのか、それとも構成できないのかというのが決まってきます。で、一方、モデル誤差抑制保証器では逆モデルといった心配がいりませんので、この場合も非線形でも構成は可能であると。もちろんこの非線形の制御対象をフィードバックループ D でどう安定化するかというのはまた別の設定、近似線形化システムに対する設計とか、いろんな設計になってきますが、基本的に逆モデルを構成できないといった問題については、モデル誤差抑制保証器によって解消することができるというふうに言えます。次に制御対象が非最小位相の場合です。制御対象が非最小位相というのは分子、例えば伝達関数の分子に S-1 のような項がある場合です。で、この場合逆モデルは不安定になりますので、概覧オブザーバーっていうのは基本的には構成できません。もちろんここに近似逆システムというものを構成して、かなり低い周波数のところだけ概覧オブザーバーが構成できるようにするという、そういうやり方はありますので、必ずしもどんな状況においても概覧オブザーバーが作れないわけではないんですが、基本的にこの逆モデルを構成すると不安定になるという、そういう状況から、非最小位相にはあまりこの概覧オブザーバーというのは向きません。で、それに対してモデル誤差抑制保証器では、モデルそのものを使いますので、分子に S-1 のような項があるような、そういうようなケースでも対応することはできます。また、これに追加で、パラレルフィードフォワード保証器といったものを付けてやりますと、この保証器 D の設計もある程度簡単にすることができます。以上、概覧オブザーバーとモデル誤差抑制保証器の比較を行った説明をしていきました。ご視聴いただきましてありがとうございました。